うまい。なかなか焼けないな。炭がさ、ちょっとさ、死んでる？死んではいないか。いいね。コロね。よいしょ。ほっとけべ。ん？このさ、一斗缶の焚き火マジでいいですよ。あったかい。ストーブ効果がすごい。まあ、二次燃焼器出る。まあ、ちょっと煙出てるけど今。たまにね、調子こいば、二次燃焼で。ただね、本当にさ、今日杉ばっか持ってきたから薪持つかどうか。寝るまで持ってくれればいいんですよ。朝はね、ストーブあるし。今ね、5時47分。私がいるところは 8.1 度。十分。ああ。いいね。お、来た。音聞こえますか、これ。木に積もった雪が、パラ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 っと。パラパラパラっと脅してくれる代わり、その代わり風が吹かないようになってます。最高じゃないですか、これ。早くソーセージ焼けねべが。でもね、こうやって待ってる時間もいいんだよね。黙ってさ、炭、火を銀の待ってさ。ね、こうやってさ、ちょっとさ、こう、ライト見ながら、ちょっと私、これスマホだからね、感度悪いからあれだけど、煙がね、こうファッとこういってさ、なんとも贅沢。あ、あ、ソーセージ落ちた。ちょっと待って。ね、こうやってカッコつけてればこういうことになるの、いつも。はいはいはい。なったね。なんだ。よし。うん。慣れ慣れ。誰もいねえんだから。はいはい。はい、収まった。これ危ないって、あんた本当に全身フェザースティックみたいなもんだからね。それで目離してたら、これ攻撃になっちゃった。でも美味しそう。ね。いっ、あ、塩コショウもちょっとすれば。炭ってね、急に、ほら、急に調子良くなるじゃないですか。予告して欲しいよね、もうちょっと。いただきます。うまい。うまい。ああ、魚そううめえ。あかかか。うまっ。うますぎる。よーし、たら次ね。値段は隠しません、私は。これ、別に、煮込みません。私これ焼いてタレつけて食べるのが大好きなんです。まあ、好みだと思うんですけど、私はね、とにかく、これがね、本当に好き。おぉ、いいね。いいね。これは何ですか？あなたも私より先にご飯食べたでしょ。ね。そして、また本日も、大好き上北農産加工の辛味屋。もうね、これがないとダメ。なんかいろいろね使ったけどさ、やっぱりこれが一番。よーし、今度いいんじゃねえか。じゃあこの辛味屋のタレに、もうカリカリになったやつをね。な、カリカリすぎる。うまい、でも。うまい。最高にうまい。うん。うまい。瞬殺だな、これ。はい、次焼くよ。
いいね。はい、はい、ご飯。素晴らしいじゃないですか。今日もすごい量でございます。ビール飲みながらご飯食べちゃえる一日なんです。それでは、腰ね、うまい。うん、ご飯もうまい。あれ、おでん、いい値段ですよ、おでん。あ、いい匂いする。ふぅ、天才。天才ってレトルトだけど。でもね、レトルトに手羽元入れました。あ、なんかね、鹿が鳴いてます。ケーンってケーン、美味しそう、美味しそう。溶けちゃったかな。やっぱまずはさ、大根からですよね。このミニサイズがちょうどいいよね。めっちゃ食ってんね。こんな感じで、うん、あ、うまい、うまい、あったまる。これいきますか。うん、うん、うまい。食べたい。あった。卵いた。卵ちゃん。うん。ビール中杯飲んでても弱いんだよな。ほんと困る、この体。今ストーブの上で日本酒温めてまーす。これは平内ランマンです。秋田のあの地酒で、ランマンあるじゃないですか。あれの、平内、青森県、平内町の、平内バージョンでございます。ああ。ああ。こぼしそう。よし。平内ランマンでございます。平内のお酒の、酒店では、まあ、売ってる。ここが多いですね。熱燗をいただきます。あーうまい、あーうまい、あーうまい、あーうまい。あったかい湯たんぽちゃんです。ただいま9時過ぎ、9時回ったとこでございます。ナイトタイムでございます。テントの中に来ました。とあれからですね、まあワンカップ全部で2本飲んで、ちょっとね、昨夜恥ずかしいんですけど、今日の手がキャンプが楽しみすぎて、あの、寝れなくて、小学生がっつうのね。で、4、5時間しか寝てなくて、少し眠くなってきました。で、今の状況ですね。これ、テントの中でございます。で、これ、ファスナーがね、壊れてました。なんで、ちょっとクリップですね。クリップ。これを、
ちょっと挟めて今日寝ようと思いますけども。で、入り口から、中にね、ちょっとストーブ入れるスペースはないし、入れたら相当熱くなっちゃうと思うので。さあ、たるんでおります、相変わらず。貼った時、ピント貼ったんですけど、何したんだろうね。もういいや。タップつけた瞬間ね、たるんじゃった。でね、直せばよかったんですけど、もうめんどくせえ。私が言えばいいんです。だって、寝るのは私だけだから。それでは、おやすみなさーい。今からプロレス取るわけでもなく、悪いことするわけじゃないです。寒くて。そう、すいません。もう目開かない。もうね、顔が冷たくて寝れないんだよね。目出し帽かぶりました。別に笑わせようとかそういうことじゃなくて、冬キャンプに睡眠所おすすめをしたくてですね、撮影しました。ひどい顔ですけど、ぜひ、顔あったかいので、抵抗ない方はかぶってみてください。おやすみなさい。おはようございます。はい。こんな感じでございます。あれ？なんか日付とかおかしい。あ？どうなってんのこれ。何これ、12月9日って。あ、いいんだ。12月9日か今。寝ぼけてました。すいません。いいんだ、いいんだ。はぁ、あ。起きて、ストーブつけてました。開けてね、開けてストーブつけてます。外からこっちに向かってストーブつけて。缶がですね、普通のこの缶だったんで、火つかないかなと思ったんですけど、つきました。うん、そんな、マイナスは今日言ってない。ちょっとこれ頭。うん、言ってないんでね、大丈夫でした。何これ、水？後でね、後で。ですね、ご飯食べます。潰して作ろう。はい。まあ、どうすればいいの？潰せばいいの？何回？15から20回を目安に潰す。はい。1、2、なんかサラダチキンも仕込み気に入りそうなので今見てきた兄さんがね、はい、よしよし、解いてくれる？危ないんだってあんた、本当に。なんで一時で鼻をさ、何と噛みたいのあんたは、ん？
何やつ噛みたいの。すいません、昨日もこれで肉食ってたんで、これで焼いてます。あ、なんかこれあんたの匂い噛んだらまんめまいしてきた。今目グラッとしたよ。目グラッて。めまいだよ、めまい。うん、どうする、ママ、あんたの匂いで今日未明犬の激臭に耐えられなくなった飼い主はそのまま失神し、どうする。ね、ブラジルブレノビシオ、めっちゃコーヒー飲んでるね。あなたがいることによってここさ片付けられないわけ、わかる。ここさ一旦物を置いたりさ、わかるね。こうして片付けたいのに毎回そう、なぜ片付けられないかっていうとね、振り返れば奴がいるだろ。あなた本当にさ、来るなよ。お、いいんじゃないですか、雪落ちてきて。うん、はい、美味しそう。でもね、実は裏焦げてます。まあいっか。ではいただきます。ほら、裏見せたくないな。実はこんな黒スミカ。まあいいや、こっちパパ寝てなかったからだな。パン2枚も食うよ。うん、美味しい。はい、そしたら撤収完了いたしました。コロは車に乗ってます。まあ、どうしてもテント張ってるとこは雪が溶けるのでちょっとベジョベジョになってますけど、はい、きちんとゴミ片付けて忘れ物ないかチェックいたしました。はい、そしたら次のキャンプはおそらくもっと雪が積もるんじゃないかなと思います。楽しみです。じゃあまた。